その自分がやろうと思った仕事、それにもう没頭しなきゃダメです。好きにならなきゃダメです。その自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。ただあれがダメこれがダメって言ってたら一生経ってもまともなことはできないと思います。だから自分がこれを覚えようと思ったら、それもう必死になって死に物狂いでやるということが成功にもつながるだろうし、それから自分が良くなった時に立派な人間になれるんじゃないかなと私は思いますけどね。僕はガイドブックを出していたんですね、かつてね。だから東京中のお寿司、お蕎麦、天ぷら、うなぎ、もう誰よりも食べて。で、100軒食べ歩いた中でもうダントツ素晴らしかったのがジローだったんですけども、初めに行った時は緊張してました、ものすごく。何年行っても緊張してました。こんにちは。